二人とも自分の話ばかりして人の話を聞きません二人は毎日喧嘩をしていましたある日北風は いつものように言いました「喧嘩は終わりにしよう」「俺の方が強いんだから」「太陽もいつものように言います」 うん喧嘩は終わりにしようけど僕の方が強いと思うよその日も喧嘩は終わりそうにありませんその時。 北風はマントを着た若い男が歩いているのを見つけました北風は言いましたあの人のマントを どちらが早く脱がせることができると思うこれでどちらが強いかを決めよう強ければ簡単にマントを脱がせることができるはずだ。 それはいいよしやってみよう二人は男のマントを脱がせることにしました。